日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP がついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスはロールス・ロイス社となり、今回は日本 IHI とロールス・ロイス社の機関部開発について詳しく見ていきますね。なかなか日本国内で戦闘機エンジン開発が加速できないわけにも迫っています。2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP、グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表した。すでに、前年2021年の末には、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また、2022年2月には、新たな戦闘機用のレーダー戦車類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していた。そのため、今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて、満を持してのプレス発表であったと言ってよいだろう。イギリスとの日本の間での、各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでの、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に、区切りをつけるものとなった。太平洋戦争の敗戦によって、日本は、アメリカをはじめとする、連合国の管理下に置かれ、その施策の中で、軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も、無論、その中に組み込まれ、その開発技術も、大きく後退した。そのため、今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は、言うに及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも、準国産化を推す声もあったが、それを行い得る機関部の製造は、技術的に困難だった。また、F2 戦闘機の開発が進められた時期は、まだまだ、日本経済が、アメリカに対しても、優位性を示していたこともあり、政治的にも、そうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯がある。ここで用いられたのが、F-16 ファイティングファルコンであり、F-2 戦闘機の開発では、各部に、かなり大掛かりな変更を加えたため、もはや、別の機体とすら言えるほどに、変化はしており、日本に、必須の対艦攻撃能力が強化された。しかし、完成した F-2 戦闘機を、その後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で、自由に、仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は、日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えよう。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して、日本では、自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主管の契約企業として、その配下に、各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていった。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていた。しかし、今回は結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもよりフラットで対等な関係での開発に各方面から期待が寄せられている。そして今回の日本における GCAP、
グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業社、機関部を、IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いている。これが、イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではある。もともと、こうした今の、日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には、IHI 社が製造する国産の機関部の TOW を目指すことが有力視されていた。これは、IHI 社が、現在の防衛装備庁からの依頼の下で、それまでに通称、新進と呼称されていた、実証実験機用に開発した、XF-51 エンジンや、それをベースに、開発を進めた XF-9 エンジンが、すでに、2018年に試作機1機とはいえ、納入が行われたことが大きい。そこで製造された XF-9 エンジンは、地上における動作確認とはいえ、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示した。この XF-9 エンジンの研究開発は、IHI 社では、2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトは、スリムでありつつ、大出力を確保するというエンジンであった。これは、この XF-9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるために、スリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていた。また、XF-9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素である。こうして掲げたスリム化、防衛努力という目標に対して、一定の数値的な達成を見せていた XF-9 エンジンではあるが、試作機として、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言える。それでも、悲願の国産の戦闘機用エンジンとして、一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化するのかが注目される。イギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画における機関部の開発でも難航していると伝えられていたが、それでも、ユーロファイタータイフーン等で多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有している。個人的にはロールス・ロイス社が持つ技術力は少なくとも IHI 社の XF-9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり、開発の主導権を握ると思える。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF-9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では、譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したい。IHI 社は、現在の社名となったのは2007年からだが、そってまでは、石川島播磨重工業社として、日本の重工業を支える一角として、
江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇る。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載する、ジェネラルエレクトリック社車の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも、IHI 社がライセンス生産したものが、使用されている。IHI 社が開発し、実用化、量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品にも応用が模索されている。ちなみに、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、片や、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型等の建造を手掛けているジャパンマリンユナイテッド社は、元は IHI 社の造船部門から派生した企業である。